どうぞ。はい、先ほど、この記事でウィンストンの、まあ、ウィンストンドラフトの対決、ピックと対決を行いましたが、ちょっとですね、今回エコな遊び方をしてみようということで、はい、パワーマジックという遊び方を、はい、してみたいと思います。はい、先ほど使ったですね、あのウィンストンドラフト用の、カード約90枚、まあ、80数枚を、まあ、そのまま半分に分けまして、で土地を入れないで、はい、あのゲームをするのがターンマジックです、はい、どういうことかというと、ではもう早速ゲームを始めていきたいと思うんですが、説明を今兼ねてやってみましょうかね、はい、では先行の川上がですね、はい、これ見ていただきたいんですが、土地が入っていないので必ずこのように色カードが全部ありますね。でこの中はですね、好きなものを土地として、プレイしていいという、例えば僕はこの包囲マストドンを、土地として出しました、はい、でこれは白マナが出る土地として、戦場に出ます。でこれでターン終了というですね、はい、はい、じゃあそうやってみますか。はい、はい、じゃあ、アンタッパーチーク取ろう。てきゃんこの弱者狩りをじゃあ森として出してみたいと思います。はい、はい、エンドです。はい、アンタッパーチーク取ろう。はい、では続いて川上は、宝石塚を森として出して2マナで、はい、イノシトリの出家雲を召喚しました。はい、このようにですね、デッキの中に土地が一切ないので、引いてくるカードをどのように、どれを土地として使うか、うん、どれを戦力として使うか、うん、ということが、まあ、ゲームの肝になってくる。そうですね、はい、普段使わないカードがですね、意外な活躍をしたりする面白い遊び方なんで、このままちょっとやってみましょう。はい、はい、ではターン終了です。はい、アンタッパップキープドロー。おお、なるほど、どうしようかな。で、ケロンは、陽光美の鷹を土地としてセットしておしまいです。はい、アンタップします。どちらもなんか緑白という展開ですね。そうですね。はい、アンタップキープ、ドロー。では、川上は普通に攻撃します。はい、1点でいいですか。はい、はい、1点くらいました。痛い。では、続いて、どうしようかな。では、土地をセットランドして、はい、山ですね、はい、で終了です。はい、なんだったっけ、ドロー。もう必ずいろんな色のカードが攻めてくるので、あまり色事故もなくですね、うん、ゲームができるというのが特徴ですね。はい、で今日は山をセットしましたと。結構強そうなカード置いちゃってるけど、いいんですか。いいんです。はい、はい、でダークスティールの紹介を出して、はい、でエンドです。タップします。タップキープ、ドロー。では、はい、もう一度アタックします。はい、1でいいですか。はい、1点、はい、1点くらいましたよ。痛い。では続いて、島というか青いカードを置いてターン終了です。これで4色揃いました。はい、そうですね、次はまあ5色出るんですが、はい、そうですね。なるほど。じゃあ白マナをダックスの仲介から出しましたと、はい、アジャに選ばれたものをキャストしました。はい、でエンドです。はい、アンタップします。キープ、ドロー。では、はい、そのまま攻撃したいと思います。はい、1点くれます。はい、痛い。ではセットランドしまして、はい、そのちょっとアジャに選ばれし者は危険なのでチャンドラの憤慨をプレイして、なんと除去したいですね。除去られました。はい、で、プレイヤーに2点ですね。結局あれですね、土地カード扱いでカードを出さなかったんですね。全然。そうですね。はい。で、ターン終了です。ちょっともったいないかなというのがね。そうですね。使いたいカードがあるとなかなか使えないですね。これは微妙ですね。なるほど、そうきたか。雲はちょっと鬱陶しいけど、今だ3マナですね。黒出します。はいはいはい、はい、知能王様号をキャストしました。で今度は置きます。また強いカード置きましたね。です。ちょっとだ、まあ、まあダブルシンボルできるんですけれども、そもそも青マナがないというね、はい、状況で、アンタッパップキープ、ドローします。では命の出家雲で攻撃します。
サッチノーザモンでブロックします、はい、特に何もありません、はい、こちらも特にありません。接種効果で相手になりました、はい、では、5マナ、はい、これ僕久しぶりでほとんど初めてプレイしますね。この装甲のカンクリックスをプレイします。5マナ25もうのバリラですかね。はい、そうなんじゃないですかね。ターン終了です。はい、アンタップスキープ、ストロー。こうやってまあ、いわゆるドラフトやシールドの延長戦なので、はい、まあ、来た戦力で戦うという。そうですね。じゃあこちらは、ゴブリンの近道受けを土地としておきました。はい、で、3マナ4マナ5マナ緑マナ出します。はい、で森生まれのビヒモスをキャストしました。はい、これでエンドですね。はい、アンタップします。アップキープ、ドロー、うん、まあ、カンクリックスは2-5なんで、まあ、睨み合いっていう感じですね、今ね、きっとね。どうなんだか、よいしょ。デビオンは何か勝手に睨み合いということにしてますが、僕はアタックしますけど。なるほど、はい、嫌なことをしますね、あの人。通します。なんか緑マナが立ってるとね、なんか通したくなりますよね。そうそうですね、うん、はい、では、はい、3マナ支払って、はい、巣の活性化をプレイします。はい、スリバートークンを2体プレイします。はい、でさらにですね、はい、2マナを支払いまして、ほう、西風の突撃というエンチャントを出してます。なるほど、はい、これは青1マナと無色マナを払うことによって、ね、飛行クリーチャー、飛行を与えられるという能力ですね、うん、でターン終了です。トップどう、今すべてのマナが一応出ているので、はい、できることをしましょうかね。よいしょ、4マナ、4マナ、これ黒します。吸血鬼の意、はい、を竜馬のビヒモスにつけてアタック66。そう、66飛行はないんですかね。飛行はないですね。66半コンですね、はい、じゃあスリバートークンでブロックしたいと思います。はい、では6点回復します。はい、これでどうしようかな。じゃあ両の目標をセットしてエンドです。はい、アタックします。でアップキープ、ドロー。ではですね、はい、まず攻撃します。はい、3点いいですか。はい、では、突き続いて、2マナ、はい、で赤青、垂直、失礼しました、赤青の2マナですね。そうですね、西風の突撃の効果で飛行クリーチャーにしたい。なるほど、はい、浮きました。で飛行を持ったなら垂直落下したい。なるほど、それはしょうがないですね。いや、危ないところでしたね。いや、ナイスコンボですね。そうですよ、これは多分普通の、M14 のドラフトやシールドでも実用性のある。そうですね、コモン2枚のコンボなので、はい、なかなかやりがいのあるコンボなんじゃないかなと思います。はい、ターン終了です。はい、トップ、アッキープ、ドロー。なるほど。6マナ、はい、7マナ、メイドスリバー、はい、5-5ですね。5-5ですね、他のスリバーにトランプルを持たすことができるスリバーです。はい、どうしようかな。でも何もできないんじゃないかなってことです。アンタップします。ただね、垂直落下2枚とかは左じゃないかな。いや、6パック分のカードプールを半分にしてますから。そうですね、中に何があるか分かったものじゃないですね。そうですね、古文ですからね、しかもね、はい、で、ドローします。はい、さてさて、では1マナ、はい、感覚の剥奪でパワーを3下げたい。なんとこのカード使うのもなんか珍しいですね。そうですね、あまりデッキに入らないことが多いカードではあります。はい、しかし25なんですが、こっちも25なん で、 そうです、ね、ちょっとアタックはいけないです。スタン終了です。はい、アン
タップアップキープと、はい、ほう、なるほど、そうですね、よいしょ、精神の大魔術師の試合をキャストしてみます。はい、青い呪文を唱えると、そうですね、で、巻物泥棒をしました。はい、で1点回復します。はい、でエンドです。はい、タップします。タップアップキープドロー、では神聖なる恋をセットランド、平地としてセットランドします。はい、2マナ、はい、マナ、なんか嫌な、ね、嫌な、ね、ああそっちですね、よかったよかった、はい、でアタックします。それはどうしようもないですね、はい、2点くらいます。15点、はい、ターン終了です。はい、アンタップキープドロー、よいしょ、4マナ、はい、無法の、土角剛さんの攻撃しなきゃいけない赤いクリーチャーですね、はい、迷いましたけどどうしようかな、巻物泥棒とりあえず攻撃しておきますか、アタック、はい、では白2マナで、はい、展開のほとばしりをプレイして、なんと攻撃クリーチャーを生贄に捧げていただきます。はい、捧げました、初本ですね、はい、他のゲーム以上にあのこのゲームは追加ドローがすごく強い、そうですね、はい、選択肢がガンガン増えますからね、引くカード全部戦力なんで、はい、じゃあ不死の霊薬を、はい、じゃあそしてエンドです。はい、します、アップキープ、ドロー、では2マナで、はい、ゴブリンの近道抜けで、はい、指定は、指定はそうですね、じゃあメイドスリバー、はい、とはいえ飛行をつけてしまえばあまり変わらない、あまり変わらない状況ですね、はい、で、飛行をして、はい、2体でアタックします。1体でアタックします、はい、じゃあ2点でよろしいですか、はい、1マナでエルフの神秘化をプレイしてターン終了です。じゃあエンドに、よいしょ、不死の霊薬を使います。はい、5点ライフ回復、5点ライフ回復、3、4、じゃあこれを、デッキに加えて混ぜ、よいしょ、じゃあそれします、どうしようかな、よいしょ、不死の霊薬も混ぜるんですね、確かに、そうですね、不死の霊薬も混ぜます、はい、はい、はい、ありがとうございます。で、アンタップします、どうします、これはすごいドローですね、攻撃宣言、はい、みたいでアタック、じゃあ5三の、無法のつ、無法物の土角を2体でブロックしたい、はい、ブロックされました、はい、特に何もありません、ありません、じゃあ相打ちを取りまして、はい、で、メイドスリバーのパワー2点分が相打ちとして受けました、はい、はい、でですね、なんとまたキャストするんですよ、不死の霊薬を、不死の霊薬を、はい、なるほどちょっとびっくりしましたね、この引き方、いや、はい、実は2枚出ててもおかしくはない、そうですね、アンタップします、うん、ではアタックしたいと思います、はい、2体でアタックします、3点でいいですか、はい、はい、じゃあ3点くなります、ではターン終了です、はい、アンタップ、アップキープドロー、よいしょ、じゃあ3マナ、はい、3マナ払って、稲妻の鍵爪をつけたいと思います、はい、でパワー55でアタック、はい、5点受けて13です、でエンドです、アンタップします、ドロー、ゴーさんの先制攻撃クリーチャーですね、そうですね、あ、ゴーゴーですね、ゴーゴーの先制攻撃クリーチャーになっていると、ゴーさんはさっきの土角ですね、はい、じゃあターン、いや、カンクリックスではなくてね、2点くらいます、はい、で、ターン終了です、はい、アンタップ、よいしょ、アップキープ、ドロー、
これはナイスドローじゃないかな。3マナ、はい、でこの、感覚の剥奪を、マジナスアゲモンで破壊したいです、はい、で4点回復ですね。でアタック、じゃあブロックします。はい、はい、でトランプルがついているので7点ですね、はい、でエンドレス13が6です。はい、で何タップしてブリープ取る。これはなんとかこのスリーバーさんをどうにかしないと。そうですね、危険ですね。はい、じゃあ3マナ、まあ、結構余裕がありそうな、オーラ術処理します。はい、なんだと墓地に落ちたエンチャントを回収します。はい、感覚の剥奪は持ってきましたね。はい、それで1マナで感覚の剥奪をペタリと、はい、つけて、これでまた5-5ですね。5-5先制攻撃になりました。はい、で、ターン終了です。はい、まあでも結局こっちは5号で殴っていればいいんじゃないかなっていう気が若干しますが、す、ね、おー、なるほど、これはなかなかの引きですね。じゃあ、キカオ、おー、すごいですね。これはすごい引きでしたね。はい、で、8号でアタックですね。で、アタック、はい、でそうすると2体、こちらでブロックしますね。はい、3点トランプルダメージを受けたいと思います。はい、残り3です。で、エンドです。はい、アンタップ、キープ、トロン、そうですね、これでちょっとブロッククリーチャーがいないので、うん、負けました。ターン終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。